てください。我こそは超運士流なり。
かれておるわ。所詮我々の敵ではありません。指一本触れることすらできないでしょう。Thank you.
Thank you.
孔達め、やはりくたばりおった。所詮やつは帝の器ではなかったってことか。これでもはや中元は俺の手中にあるのも当然。しかし劉備軍はなかなかやるわい。天下を狙う俺にとって大きな災いとなるかもしれん。やつとはいずれ雌雄を決する時が来るだろう。董卓が倒された後、中原を手中に収めると豪語した男曹操は、自らの言葉通り中原を含めた中国全土のほぼ3分の1を掌握した。強大な力を手に入れた曹操は、今劉備を討たなければ野に虎を放つようなものだと劉備軍を執拗に攻め立てた。関羽、張飛、張温、孔明とともに曹操の追撃の手に立ち向かう劉備。そしてついに劉備曹操の宿命の戦いは、決着に向けて赤壁の対戦へと突入していくのだった。